息子思いのいいお母さんじゃないの、こんなに一人で食べきれませんよ。本当にいいお母さんだな。あれ、宝箱だ。懐かしい。何これ。子供の頃の宝物なんですよ。よよ、おお、労働者諸君。おお、ごめんねごめんね、昼飯時。ね、サークさん、何ですか？また厄介事ですか？あ、かなちゃん。ちょいとね、緊急事態。怪獣爆弾。強力な怪獣を高圧縮したカプセルだ。24時間後の午後3時きっかりにこの爆弾を爆発させる。停止してほしければ1000万ドルをディアマン諸島の指定口座に振り込む。悪質宇宙人たちはこの町でヴィランギルドという犯罪組織を作ってる。彼らは固定のアジト、メンバーを持たず宇宙人のみがアクセスできる闇の宇宙ネットワークを使って集合離散を繰り返してる。午後3時って今日の話でしょ。うん、あと3時間ないじゃないですか。うん、なんでこんなギリギリになってから。そういう言い方するなよピリカちゃん。我々警察みたいにね、大きな組織ってのは君たちと違って小回りが効かないんだよ。俺の立場も分かろうよ。ほまれ、何か心当たりでもあるの？いや別に、聞き込みに行ってきます。ちょっと待って、ひろゆきも連れて行きなさい、早く。はい、待ってください先輩。この地球に宇宙人が密かに暮らしていることはあまり知られていない。これはそんな星で出会った若者たちの奇跡の物語である。あれか、いい顔になったじゃねえか。あんたと世間話しに来たわけじゃない。俺だって忙しい。第一、俺は無口な方でな。お？カスピカイヨーグルト自家製15年ものか。あんたたちファントン星人はヨーグルトで酔っ払う。口が軽くなるかもな。の戯言を聞かせてやろう。ヴィランギルドのゼットン星人ゾリンはマーキンド星人から怪獣爆弾を落札した。紛争地域に転売して大儲けするためさ。ゾリンのタヌキ親父がやりそうなことだ。ところが輸送途中に誰かに盗まれちまった。ゾリンは目下血眼で犯人を追ってる。タヌキの居場所は？そこまでは言えない。帰ってくれ。待て、小僧。ポケットの中に何を持ってる？これ？あ、それは伝説の日の出ジュースの王冠。極短期間で生産終了したはず。
我が星ではそれはとてつもない価値があるのだ。いくらだ、いくら出せばいい。ちょっと何言ってるか分かんないです。いくらでも払う、何の情報でも言うから、それちょうだい。宇宙人の価値観ってよく分かりませんね。先輩、今日どうしたんですか。おじちゃん、手品見せて。手品、よし、うん、すごい、もう一回見せて。もう一回。課長、課長さん、いつもすみません。いいお天気ですね。はい、いってらっしゃい。ありがとうございます。久しぶりだね、おまれくん。元気そうじゃないか。怪獣爆弾の件、随分と困ってるみたいだね。おいおい、私は単なる子供好きの町会長だよ。そうか、だったらそういうことにしておこう。子供の頃は可愛らしかったのに、いつからあんな悪い子になったのかね。花をきれいに咲かせるコツは何かわかりますか。雑草をこまめに抜くことだよ。僕たちチームじゃないですか。なぜ事情を教えてくれないんです。そりゃ僕はまだまだ新人だし。先輩、おい、ひろゆき、大丈夫か。おい、久しぶりだな、誉さん。ボルク、やっぱりお前だったか。昔のあんたはかっこよかったぜ。俺はあんたに憧れた。この町であんたにかなう宇宙人ギャングはいなかったからな。花を育てるコツは何かわかるか、ボロク。あんたの真似をして生きがった挙句、俺は宇宙人同士の抗争に巻き込まれた。行くとこがないんだったら、ほとぼりが冷めるまでここにいろ。あんたに食わせてもらった茶漬けの味は忘れんぜ。誰が絵を描いてる。なんだって。ゾリンの親父を裏切るなんてお前の器量でできるわけがない。俺は随分軽く見られたもんだな、誉さん。物事は変わるんだよ。どこの星のやつだろうが、この世は強いやつが弱いものを食う。俺は強くなる、この怪獣爆弾で。ひろゆき、はい。子供に手出すな。子供って何ですか。誉さん、あんたが腰を上げてくれればついてくるやつはたくさんいる。なんせあんたは。それ以上言うな。ならしょうがない。残念だ。俺には人間様の暮らしはとってもつとまらねえ。悪くよ、俺はいろんなやつをぶん殴ってきた。だがいつもそいつの痛みが
拳を通って伝わってくんだよ。暴力じゃ何も解決しねえんだ。あんたは牙を抜かれちまったぞ。所詮負け犬は負け犬だったな。リサッお前か。ボルクを焚きつけたのは。よせよ、服がシワになる。おいおい。負け犬が一瞬でも夢を見れたんだからいいじゃないか。あ、そこ危ないよ。
おい、モルク、しっかりしろ。政府から金をせしめたら俺みたいな宇宙人のガキのために使ってやりたかった。その星は追われた奴らのためにこれはヴィランギルドから巻き上げたものだ。ちょっとでも金になるならガキどものために使ってやってくれ。ここは私に任せろ。力には力で。まあ間違って、頭と仲間は生きてる間に使うもんだぜ。その声は、よう兄ちゃん、お前は俺を呼び出すチケットを手にした。え、俺のことはこう呼べ。風の覇者フーマ。カンナ。風の覇者フーマ。バディーゴー、ウルトラマンフーマ。俺の名はフーマ、銀河の風と共に参上。久しぶりだなフーマ。これで3人が揃った。生まれた星は違っていても共に進む場所は一つ。我らトライスクワッド。ヘイ兄ちゃん、覚悟はいいか。抜けな最後だぜ。そんなことはない。お前の意志があの怪獣を止めたんだ。俺がたった一つ良かったことはあんたに久しぶりだな、オーフィフティ。最後に会った時は惨めに泣き叫んでいたんじゃなかったか。こんな野郎、やめろフーマ。彼は君を怒らせようとしている。おいおいおい、上
うじゃねえか、てめえ。君のスピードなど私には通用しない。くらえ、極性光発手裏剣。おいで。残念。待て、やめろ風魔。深追いはするな。ヒロイキの体が持たない。まったく風魔、君は軽率すぎる。なんだ、もっとよく考えて行動してもらわんと。そう言うなって旦那。そんなことしてたら相手に逃げられちまうだろう。お前ら一気に喋るな。ひどい気が混乱するだろう。ほら見てみろこの顔。まあこれからよろしく頼むよ兄ちゃん。いやもうあの勘弁してください。そんなこと言うなって、うん。この町にはな、地球人でない奴らも大勢いるんだ。奴らにだって子供もいれば親もいる。だからそいつらみんなひっくるめて俺がこの町を守る。それが俺の仕事なんだ。僕たちの仕事でしょ。だって僕らは。黙ってろ。今日の俺は機嫌が悪いんだ。気づいてないかな。そう、光の中キラリ生まれた僕らの眼差しを繋いで、明日へ放つ物語。星人の侵略怪獣セグメグル。俺たちが苦戦する一方で、町に繰り出したピリカが一人の女の子と心を通わせる。だがその女の子には重大な使命があって。次回ウルトラマンタイガ、君の決める未来。ひろゆき急げ、変身だ。